お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れでよ。はい、えー。スローなテンポで分かりやすく喋、えー、るのをモットーに、えー、してますんでね。山田ジャックのお疲れでよ、えー。今からね、19時までの1時間、ちょっとお耳を拝借ということでよろしくお願いいたします。あなたのお耳をジャックする。ということでね。はい。えー <laughs> とですねまあ、先週、ね、おっさんになると、花鳥風月のね、楽しみが増える、えー、花鳥風月にちょっと心を奪われる自分がいるっていうね、発言をして、あのー、今日ね、僕の近くの公園でねなん、ちょっと、ちょっと広い公園なんですけども、まあ、 桜の木がボン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 って、えーたえーね、植えられてるんですけども、あれね、不思議なもんで、その中の一本の木だけがね、ブワッと咲いてましてね、他の木は全然まだつぼみでしたけどね、うん。で、えー、そこの木だけこう慌ててね、咲いてるんで、ああと思って、えー あのやっぱりこうスマホを気づいたらスマホをさ向けてるんですよねでちょっとこううん、なんかこうしみじみ花をあの桜のまあ桜の花ってこう木自体全体を見て楽しむでしょみんなでもなんかねもう近寄っていってね、うん、ちょっと手届く、まあ、触ったらあかんけどちょっとね、えー て届く俺の頭ぐらいまでの枝に生えてる桜をね、じーっとこう観察してね。あれでもすごいね。あれ桜ってさ、桜,桜色っていうのって、なんかピンクとか桃色っていうイメージがあるねんけど、よう実際近くで見たら白やね。<laughs> ほぼ白に近いな、あれな。とか思って。えーね。 なんで桃色に見えんのやろうとかね、白やんとか思いながら、あそんなことをこうね、ね、えー、まあそんなしょうもないことをこう思いながらじーっとね、うん、見てましたね、うんえー。っていうようなね、えー、ことで、えーまあ、今週もね、まあ、木曜日、 木曜日って、まあ、中途半端だね。半端な、えー、まあ、水木とまん、まい大体、週の真ん中らへんですけども。あの、暖かかったですね。比較的。僕もウーバーイーツしやすかったな、今年、今週は。あすごく。で、えー、もう、そうやな。でもね、やっぱり、昼間と朝と夜のね、寒暖差がちょっとね、あって、 あの、本当に、その、昼の、ね、暑いなぁ思う格好でずっとオーバー続けて、気づけばね、だいたい9時、10時ぐらいになってるでしょ。ほんならもうね、ちょっと鼻は、ハッキシゃンみたいな感じになって、あ、サブ、気づけばサブって思ってね、うん、やっぱりまだ、その時間帯はダウンがいるなうん、まだいるなって思ってね。 うん、でも今年ね、なんかね、すんごく、まあ、みんな言ってることかもしれんけど、抜くなったが早くないですか僕、こうツイッターとかで上げ,げた去年の写真とか見とったら、ちょうどね、今日の3月17日は、えー、ビッグベンの本当に、えー、ダビに付された、えーね、日なんですよね。でその時の時写真を えー、見てたらね、今日も見てたんですけども、だから、やっぱり、ダウン来てましたからね。だから、まだこの、4月ぐらい、だって、桜とかのね、4月ぐらいの時期ってちょっと寒いっすもんね。うん、だからまだダウンいるのに、今年はもう3月の中旬ぐらいからもうダウンいらん感じでね、来てたから、ああ、ちょっと、なんか、うーん、 あったかくなるのが早いから、まあ、今年の夏は暑いんちゃうかなとか思ってね、えー、もう、ビビってます、山田ジャックですけども。はい。えー、そうそう、ほんでね、まあ、いろいろ、まだまだね、あのーえー、リスナーさん、お客さんとして来ていただいた3月8日の、ねえー、ライブ、えー、山田ジャックのね、お疲れディオ、春のお疲れディオミーティング、これの興奮が。 冷めやらぬ <laughs> 自分だけかもしれんけど、あー面白かったなーとかね。えー、またね、えー、今日も、今日もですけど、あれから、まあ、言うたら、1週間以上経つじゃないですか。それなのに、まだね、あの、面白かったですっていうね、メールというか、お便りが来ててね、ああ、嬉しいなーと思って、えー、<laughs> なんかこう、ね、えー、ま、あ嬉しい限りなんですけども。 えー、あのあれですねなんかこうみんなにこう、うん、なんやろうなうんあの何ていう愛されてさ、まあ、リ,リスナーにさなんかこうめちゃめちゃリスナーあの時3月8日集まってくれたやんかあれが本当に自分の中では嬉しくてうんねあの すごくね良、えー、かったなと思ってます。はいえーえー、っとね、えー、ラジオネーム「幸原さんありがとうございます」えー「先日ですがねいい空間刺激的,刺激的な時間、えー、ありがとうございました」って言ってねくれてます。はい、えー <coughs> 嫁も喜んでました」ってね、ご夫婦で来られたんですね。えーまあ、ご夫婦で来られて、あんな刺激的,刺激的な話、えー、どうかなと思ったんですけど、喜んでいただいてありがとうございます。小原さん、和歌山からお越しでしたね。ありがとうございます。本当に、えー、嬉しい限りでございます。そして、えーまあ、先週ね、僕、まあまあ、だーっと、んまあ簡単に言えば、えー、ね、あの、 ラジキシにね、ちゃんとこう、みんなあ、お便りくれてるんですよ。で、そのお便りを、えーね、スタッフの人がこうまとめてくれるんですよね、えー。そのパソコンから紙に起こしてね。紙に起こして、まあ、ジャックさんっていう感じで置いてくれてるんですよ。でそれをちゃんと僕は受け取って、で内容も読んで、うんで、えー、置いて、 で、生放送を迎えて話し出したんですけども、えー、まあまあ先週マンボ開けた、マンボ開けてないんか、そのラジキシが再開したっていうこともあって、自分の中でちょっともうテンション高かったんでしょうね。で、えー、しかも3月8日のライブの話をずっとしとったら、 完全に俺、そのお便り、えー、あの,のはがきを読むことを忘れてて <laughs>、なんかもう、むちゃくちゃ、なんかまあ、久々にこのやったことで、ちょっとまだなれ慣れてないなと思ってね、うん、今日も、だから今日もね、絶対読まなあかんから、最初のうちの方に読んどこうと思って、ちょっとねコーヒー飲みますね。コーヒー飲むタイミングとかもね、えー、ああ、うまい。ええー。 この頃は、えー、なかなかね、えー、お,お茶とかコーヒーとかを飲むタイミングがなくて、最後、後半いつもね、えー、お聞き苦しい感じでちょっと咳が出たりとか、うん、うん,うんっていうのが増えてきたりね、してんのリスナーさんやったら分かってくれてると思うんですけども、こまめに水分を取りながら、落ち着いた、ねえー、枝豆でも食べながらやるぐらいの勢いで、 <laughs> ね <laughs> あのね、えー、3月8日、枝豆、えー、お差し入れしてくれた方、ありがとうございます、えー。もう次回は食べながら余裕のあるライブにしたいと思いますんで、はい。えー、ですね。えー、そうね。はい。介護士ボクサーさん、ありがとうございます。はい。えー、いつも楽しい放送ありがとうございます。 えー、春のお疲れディオミーティング。今回も行けてよかった。最高に楽しい時間でした。おい井がさ、がさんの話は毎回スリリングだし。 恋ディスさんとのキワキワだけど暖かい介護こぼれ話も良かった。そしてカマンクボさんはむちゃくちゃ綺麗な人でお話とのギャップが素敵でした。えー、最後、花毛のおばちゃんも時間は短かったですが、キュートなインパクトを残して芸人だなと思いました。毎日コロナコロナで暗い世の中ですが、今回もお疲れるよのレギュラーたちとリスナーの持つ えー、暖かさを感じるライブでした最後にジャックさん、ジュンスカ風の髪型、めちゃクールですよ、万歳と。ありがとうございます。そうそう、珍しくね、僕、あの、髪型をね、ムースなどをこう、つけてみたりとかしてね、ちょっとこう、えー、パンクロックチックにね、して、えーで、出てみました。いつもね、僕、せ,せっかくこう、金髪にしてるのに、僕、バイクばっかり乗ってるからね、いつも、 えー、ヘルメットでこう抑えられてるぺちゃんこ頭でね、えー、大体こう、な <laughs> んでも、えー、で、またね、こうこまめにやるタイプじゃないんですよ、その、髪の毛セットしたりとかするのをね。うん、だからちょっと、ね、せっかく、ね、えー、春やし、ね、ちょっとおしゃれでもと思ってね。で、えー、ちょっと、 ムースで、えー、頭ちょっと固めてね、えー、ジュンスカイウォーカーズ風にしましたけども。ねそうですね、先月、先週も言ったけどね、そうですね、おい、イガーの話は毎回スリリング、ほんまにね、ねまあまあ、そう心向けてますけど、あいつは本当にね、ねえーか、過去、すごいね、えー、いろいろ経験があるやつなんで、面白いですよね。うん で、ホリーデスさんとのキワキワだけど温かい介護こぼれ話も良かった。そうですね。えー、ホリーデスさん、おしゃべり上手いですからね。うん。そしてカマンクボさんはむちゃくちゃ綺麗な人で、お話とのギャップが素敵でしたということですね。はい。えー、本人、多分喜びますよ、これ聞いたらね。むちゃむちゃ綺麗な人でって書いてますよ。カーマ良かったな。<laughs> はい、えー、花毛のおばちゃんも時間は短かったですが、キュートなインパクトを残して芸人だなと思いました。ね、あの、スーパーガールのコスプレで現れたけど、完全に出落ちやったっていうね、はうあんなん、おもろい、あんなおもろいですよね、えー、もう、ててて言うて出てきて、もう時間ないいうね。<laughs> <laughs> はい、えぇ、ー、介護士ボクサーさん、ありがとうございました。 なんかね、あの、介護士ボクサーさんともね、あの、ちょっとね、あの、お話ししたいなと俺は思ってるんですけど、なかなか、あの、照れ屋な方でね、えー、すぐに、あ、面白かったです、言うて、すぐに帰られるんでね、えー、あの、次回は、まあまあ、ね、あの、そうやな、TJ ブルースとかも、あの、だから、ね、他のライブにも来ていただきたいなと、まあ、お忙しい方だと思うんでね、介護士さんってお忙しいですからね、 まあでもね、あの、その、うん、お疲れりょ以外の山田ジャックのね、えー、ライブにもぜひね、えー、足を運んでいただいて声かけてくれたら、非常に喜びますけどね、僕は。はい、えー、連邦の白っぽいのさん、はい、ありがとうございます。ジャックさんお疲れ様です。連邦の白っぽいのですと。 えー、先日春のお疲れディオミーティングありがとうございました。マンボウにもかかわらず大盛況でした。これは、明機カマンくぼさん効果だったのでしょうか。いやー、ね、ーほんまに、えー。そうそう、明紀カマンくぼさんといえば、えー、壇上に登った時からヘベヘ系だったように見えたのは気のせいでしょうか。いや、気のせいじゃないです。もう完全にそうでしたね。 えー、なんかジャックさん危ないものに触れるような感じでカマンクボさんと会話していたような気がしましたがって。 えー、まあ危ないですからね彼女はね「カマンクボさんの FM 大阪出演3月12日というのは、えー、記録できたのですが出演時刻まで、えー、記録できませんでしたかえって FM 大阪の番組表をチェックしたのですがよくわかりませんもしよかったら、えー、番組名や、えー、出演時刻もう一度教えていただけないでしょうか」ってね。えー あと、井川さんのん何これ生上映会、アワーズルームで実現,実現してほしいです。いやどうやろうな、えー。それと、それと、T シャツの即売会、えー、T シャツというか、僕のね、えー、古着、山田ジャックフリーマーケットしたんですけどね、えー、ありがとうございますと、えー。タオルと同じく1枚1000円だと思っていたのですが、まさかの半額、そう500円。 均一、ね、でやらさせてもらいましたからね思わずむさぼり買ってしまいました嬉しいですね、えー、それでは本日のお話リクエストえー、久しぶりのスタジオの生放送この間カマンクボの壺に投稿された路中の話を深掘りしてほしいですいや <laughs>、まあ、おっさんもねいろいろね、えー、やっとるということですよ、えー、なかなか <laughs>。 <laughs> えー、そうか連邦さんもねなんかあのそう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 フリーマーケットに食いついてくれて、えー、ねあサムエイとかもねサムエちゃうわ、えー、あれかあの <coughs> 買ってくれはってねあの何て言うのあれサムエか。うん ね、えー、ありがたいなうん <coughs> 夏に是非ねえー、他のイベントにもねそれを着て来て,来ていただいたら山田ジャック喜ぶということでえー、お願いいたしますということでねえー、<coughs> 路中の話はなちょっとなーー <laughs> はいえー そうですねカマンクボさん連邦の城っぽいのさんはあれですかねかまんくぼの「かまんくぼのツボ」の方も聞いてはるんでしょうかね。うん、ねえかまんくぼのツボに投稿されたって書いてますもんね。えーえー、なんかもう最近ねその「カマンクボのツボ」もそうやし堀スさんの「あれこれラジオ」もそうやけども,も山田ジャックのねこの「お疲れ共々、ね」以ともどもねなんかみんな盛り上がっていったらいいのになと思って。 ってるんですよ、うん、すごく。ねえ。で、あの、リスナーがね、えー、こう、行き来し合うようなね、そういう、なんか、ラジオにネ、まあ、ネットワーク、うたらそんな,なんそんな、なんか、そんな、耐えそれたことじゃないんですけども、そういうラジオをね、えー、みんなでこう盛り上げていきたいなと、ラジ基地をね、えー、盛り上げていきたいなと思ってるんでね、えー、今日もね。えー うん。あのー、はい。えーえーえー、何堀月さんのラジオのね、えー、収録に、えー、行ってきましてね、いろいろと、えー、介護業界のタブーの話にチャレンジしてますんで、えー、今日の録音したやつは、また来週の、えー、3月の、 24日に放送するんですけども、まあ、今日、今日本日3月17日のね、えー、22時から、これもね、皆さん聞いてください。えー、堀祐樹の介護あれこれラジオ、燃える介護あれこれラジオにね、えー、出てます。あのー、それにね、結構介護業界のタブー的な感じでね、僕話してるんで、えー、ぜひね、えー、聞いていただきたいなと思って、 ますね、うん、22時からですそやな、うんうん、ちょっとこうコーヒーをコーヒータイムうんああうまいさあえー、これ今日もね生放送ですので皆さんね、えー、あお便りくれてますね あ、連邦さん、今日もあれですね、えー、くれてますね。えー、連邦の白っぽいのさんです。はい、えー、かんくもの壺毎週聞いているのですが、おっさんなので、お便りを遠慮させていただいております。<laughs> あ、そうか、カマンクボさん、あの、ショタコインやいう話をね、したいや、全然、あまあ、あまあ、あれは、まあ、ほほほ半分方まで半分ネタですからね、えー、全然、あの、お便りは、えー、あの、カマンくぼさん喜ぶし、で、まあ、その、別にひ、ひいきめで言わなくても、その、あの、連邦の白っぽいのさんはね、あの、男前じゃないですか、あなた。 あな,あなた男前ですよねだから絶対あのー、あれですよあのー、<laughs> 喜び張ると思いますようんあのー、ねええー、どの人ですかみたいなあのあ終わってからね「えー、連邦の白プロさん来てました」みたいなかまんくさんが「あ来てましたよ」たえー、教えてほしかったどこらへん座ってた人です」みたいな感じでねえらい気にしてましたようん、えー、ねえ やっぱりこうラジオを聴いてはる人っていうのはね、聴、えー、いてくれてた,たりするっていう方には、すごく、えー、この、えー、パーソナリティ側としては、すごく興味があるというか、うん、ねなので、ぜひぜひ、えー、お便りもね、送ってあげてはどうでしょうかということですね。うん、えー さあ、こんなとこかな今日のメールいやいろいろメールをね見,見,見,が見,見過ごすことがあるんでね、えー、はい多分合ってますなですねはいうんあそうかほんでカマンクボさんのそうそう宣伝というか、えー、そのさっきねえー、おえー、こっちかあのー 連邦さんのことで、えー、FM 大阪出演3月12日っていうのがあるんですけど、これね、皆さん聞き逃した方も、ぜひね、今、タイムフリーという、ラジコのね、タイムフリーという便利な機能というか、があるんでね、えー、ぜひ聞いてほしいなと思うのが、だから3月12日の、えー、もう番組名をね、僕、完全に、 忘れてるんですけども、えー、要は、えー、そのタイムフリーのとこに行って、3月12日の、えー、深夜0時のミュージック、ミュージックなんとかっていうやつですわ、FM 大阪の。それでね、まだ、えー、今週中はまだ聴けるんでね、30分番組ですけども、ぜひ、えー、面白かったわー、あの、 真面目なね、ヘビレキじゃないカマンクボさんも面白かったですよ。あのーえー、あのね、パーソナリティ、f m のパーソナリティの人が。あの、カマンクボさんね、曲を出したんで、それのね、えー、あの、なんていうんですかね、PR で言ってるんですけども。うーん。まあ、あの、真面目な、真面目なカマンクボさんっていうのがね、逆にちょっと僕はツボで笑ってしまったね。うーん。で、 まあ曲かけていろんなね、えーえー、カマンクボっていう名前はどういう由来ですかとかね、結構そういうこと聞かれとって、それに真面目に答えるカマンクボさんっていうのがちょっと僕はツボやったんですけども、でもなんか、あのー、よくよく聞いたら面白かったなと思ったんが、あこれからね、えー、まあ曲も、えー、発、あのー、発売して、 発売してというか、発表して、えー、いろいろんなことやりたいと思いますけど、その中でも何がやりたいですかっていう質問にね、かまんさんが、FM 大阪で深夜30分番組をやりたいですって、乗っとる気満々やんって俺は突っ込みましたけどね。うん、<laughs> あの <laughs> それまさに深夜番組の30分番組でしたから、ええー、すごい大それたことを言い張るなと思ってね、僕はちょっと、笑けましたね。うん。その辺が、また、えー、聞けますので、ぜひぜひ、ええー、そうですね。うん。おあ、そうそう。あの、前を向いて虹。これ、カマンクボさんがね、 えー、出した曲ですねはいえー、連邦の白ポぽいのさんがまたくれてます前を向いて虹 LINE ミュージックで毎日聴いておりますでもおっさんなのでお便りは控えさせてもらえ <laughs> お,お便りは控えさせていただいておりますいやいやね、いやいや,いや <laughs> ねえ、えー、そうかねえ面白いな はい、全日本まさき、ありがとうございます。こんばんは、ジャックさん。今日も尿送水の地元に帰宅中の全日本です。今日も楽しい放送ありがとうございます。はい、えー、そやな、全日本も、あの、イベント来てくれてたな、ありがとう。はい。みんなね、和歌山方面とかが多いのね。で、ね、なんか遠いのにね、震災橋まで来てくれてありがたいなとうーん 思ってました、ね、えー、さあそしてそしてほい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 えー、そう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 ああえー、この前えー、ねこの前えっとこ、えー、だから3月8日にね えー『ロフトプラスワンでイベントやったじゃないですかでそれ僕にとっては 2Days やって、えー、3月9日にね TJ ブルースもあったんですよ、うん、で TJ ブルースまた竹内先生ともまあまあね刺激的な話をしましてで 2Days とも来てくれたお客さんとかもおって。 リスナーさんとか持ってありがたいなと思ってたんですけどもその時にまあまああのー、西成の話になって、まあ、僕の弟子の花毛のおばちゃんの話をちょっとしてまあまあなかなか西成ではおばちゃん幅を利かせてるでっていう話をしてね、えー、おばちゃんがね、えー、まあ僕そうやな今からまあ20年ぐらい前かなそのバーストっていう雑誌であったりとかいろんなざ雑誌媒,たり媒体にね えー、西成の僕記事を書いたりしてた時期があったんで、その時はまあユーチューバーとかもまだ全く来れへんし、そういうなんかね、西成はまだ今みたいにちょっとそういう若者とかちょっとなんかサブカル文化的な匂いをさせる西成になる前ぐらいですよね。その時に僕がよく、えー、西成に行っては、こういうおっさんが面白いとか、 えー、こういう祭りがあるとかいろんなことをこうね自分のライブでやっててでその時はようね、えー、ジャックジャックでおっちゃんらに囲まれたり呼ばれ、えー、ね、えー、ジャックまた来てんのかみたいな感じでね言われたりしててまあ顔っていうことじゃないけどまあまあ知った顔はたくさんおったですよだけどまあまあそれもねだんだんこう 亡くなっていって、えー、まあまあユーチューバーとかの時代になって、えー、まあ僕はこう、えー、ね、えー、あんまりなんか好きじゃないなと思って西成からちょっと離れていってもう,しもうまあまあ取材しきったっていうのもあるし、ね、だからまあまあちょっとこう引いてるんですけどなそれ,それを。 わかってる花毛のおばちゃんが、昔はジャックが西成げ言顔やったけど、な、最近はもう私やで、とか言ってね、偉そうにね、ババアが言うわけですよ。で、で、もう花、も、ま、う、あ、毛のおばちゃんも髪の毛もう七色みたいなに染めてて、まあ目立つし、あんだけまあ喋り上手いしおもろいし言うとやっぱ、やっぱりこうなんかえ、ほんまにすごくこうファンがいるんですよね、花毛のおばちゃんに。で、っていうような話をね。 うんえーうん、TJ でしてて、だから先生が、あの、お行きたいまた弱にしないで案内して,行って、行きたいなあとか言うて,ててあ、ぜひぜひ言うてて、で、まあまあ、そのイベント、TJ 終わって、で、普通に楽屋で先生とお疲れ様でした言うて。 ちょっと喋っとったら先生がね、なんかこう予定表を見出して、ジャックあのー、さっき言ってた西成本当に行きましょうよ、言ってね。う、あ、ん、のー、珍しく先生が俺を誘ってきて、ああ、全然、全然ほんまにいいですよ、って先生お供します、言って。ねえ、またまたぐらいやったんですよ、そこでは。ほんなら次の日ね、LINE で、 竹内先生から僕のとこに LINE 来るって珍しいんですけど、LINE 来て、ジャックいついつ、ね、あのー、行こうか、言うと、あむちゃむちゃ本気やなと思ってね、あ行きましょう、言うて。ほんで、この前の金曜日に、えー、竹内先生と山田ジャックの、えー、西成ボラボラが始まったわけですけども、うん、面白かったなあのー、えー、まずね、えー カンムリアでね、待ち合わせしたんですよ。まあ、カンムリアと言ったら、モミさんでおなじみの、まあ、ああどえらいとこですよ、うん。一番高い食べ物が350円のオムライスですからね。えー、350円よりも高い値段のものはないわけですよ。 ほ、うんで、<laughs> えー、も,うもみさん気使いやからね、あのー、こうごお会計がさ、1000円超えた時のもみさんの、ねあのー、居心地悪,悪そうな、えー、俺がおお、もみさん、お会計してつって、ほんださん、ああ,あ、言いにくいな。 円です <laughs> いやいや安いやん <laughs> 1000円超えたらもみさんドキドキし始めるっていうねお客さんが「<笑><笑>あ1100円」言うてね <laughs> 言いにくそうに「<laughs> いや払いますよぜ」ってこんだけ食べて1100円も安いみたいな感じでね、えー、僕も。 あの、やりとりしてるんですけど、あの、引き、えのね、こう、言いにくそうに、ちょっとこう、顔を引きずらせながらね、お会計言うもみさんが僕は大好きなんですけども、うん。うん、まあ、それぐらい安い感じのね、えー、店なんですけども、そこ行って、えー、で、僕の方が早よついてね、先生来張って、で、 あのー、なんか冠ンブリアってね、もうほんまに昭和の、昭和のおっさんとかが集まる感じの僕が好きな居酒屋なんですよ、うん。ねえ、もみさん自体も50年ぐらい前からもみさんやったんちゃうんかなと思うぐらいずっともみさんですからね。で、なんか,かいい感じのね、えー、ノスタルジックな店なんですけども、そこで、 あーこうね、やっぱ先生を待たしたらあかんから僕が先行って、時間、待ち合わせ時間よりも僕30分ぐらい前に行って、場所と、まあまあいろいろ、うん、ね、えー、席を取ったりしてたんですけどもね、まあ。で、こう、いろいろね、もうまあまあ、すごいもう、カンムリアは、まあまあ、よよ汚れてるんで、ね、<laughs> 汚い、ね、<laughs> テーブルとか,かだから、まあ、 あのテーブルをね、きっちり僕が拭いてね、であの、こう、テーブルに置いてあったやつを、もみさん、これ洗ってみたいな感じで、前のお客さんのものをこう全部カウンターにもみさんに押し付けて、えー、テーブルをきれいにして、えー、先生を迎え入れる準備をして、でそんなんしとったらねそ、そういうことをしてたら、カウンターで座ってるおっさんが、おっさん二人が喋ってて、あ、ほんまで言かー言うて 言うてんね。何がほんまでっかなんか気になるやん。そんなうまいんでっかー言うてね。言うてて、なんか美味しそうな食べ物話してるなぁ、思って。で、いやー、うまいでー。めちゃめちゃうまいでー。言うて、わし、まだい 言ったことおへんね。うわー食べたいなぁ、言うてるから、もう俺でもうなんか、むっちゃ気になってさ、もう、こう、えー、ね、すいません、お、お茶ー、言うて。せ、な何何の話してんの言うたら、いやいや、うまいとこ、や安くてなうまいとこの話しとってないと俺そんな話好きやから。おぉ、何が安くてうまい言うたら、こう、なんていうの、ハンバーグ。 ハンバーガーや、言うて。おおおうおうおうハンバーガー、こう、やっぱりこう、西成とかね、その辺の、うーん、なんか、今、佐世保バーガーとかあるやん、なんかこう、いろんなね、ご当地の、西成バーガーみたいなのが実はあったりするのかな、とか思って。で、おお面白いな、と思って。あ、そんな美味しいのうん、うまいねー、言うて。 あの、西成でもちょっと離れてんねん。言って、どこですかって、花園の方にあんねんけどな言って、ああ、花園、ちょっと離れてますね。言って、でもそんな美味しいんですか,だからそのお、お、聞いて,て、さっき喋ってたおっ、ね、知らんかったおっさんも、もう、ぜひ行きたいわ。今度、ちょっと、ほんまに行きますわ。場所どこですかとかって、えらい、こう、メモってね、聞いてて。ええ、で、で、俺も、こう、ほんまに行きたなったから、 あおっちゃん、それ、どこなどこの、あれなって言ったら、いや、花園にあるな。マクドナルド。はあみたいな。<laughs> マクドの話しとるんかいみたいな感じで、びっくりしてね。ほんで、いや、マクドのな、あの、 サムライマックいうのがうまい。いやいやいや,しいやマ、マクドかマクドかい言うて俺、俺はちょっとさーっと引いて、でも、その、一緒に喋ってた方のおっさんは、マクドナルド、はあ、うまいんでっかいって言ったことないんかい、こっちはみたいな感じでね。あの <laughs>、えー、えらい、もうお、おっさんのね、話ですわ。面白かったなーで、で、またなー 店員が可愛いよ。もう店員のお姉ちゃんに会いたくて、通ってるようなもんや。みたいな感じで言うからさ。うん。俺、マクドって知らんかったから、あ、そんな店員,店員可愛いのっつったら俺に向かって、女優や。言うて嘘つけ。言 女優がおるわけないやろ、そんなとこって思って、ね。マクドや、聞いて。それあれやん、なんかマクドの、その、スマイルゼロ円とか、そういうね、あの、えー、社内方針でニコニコして、なんかこう、やってだけちゃうのとかね、思いながら、でもその、おっさん二人は、えー、 今度それ、あの、そのお姉ちゃんに会いに行きましょうか、みたいな感じで喋っとって、おお、おもろいな、思ったね。えー、だまあ、そのだなこんで俺からちょっと油,油断、油断したらあかんね。油断してたら、また、はほんまでっかーいって聞こえてきて、おお、今度は何や、と思ったら、そんなうまいんですかうなかその、教えてる方が、安いんや。しか安いんや、言うてあ、安くてうまいとこにしなり多いから。 まあさっきのマクドのこともあるから、うん、待てよと思いながらも、この何の話言たら寿、寿司や、すしや、まあまあ、ミシュナリティーと親,あの親子寿司とかね、いろいろこう、ちょっと安くてうまい店あるから、うん、あそんなの新情報かなと思って、え、えー、おっちゃん、どこどこーって、どこどこーって言って、いやー、ジャック、ちょっと高いで、うから、ああ、まあまあ、えー、どこだって言ったら、 大気水産言うねん。出ました。またや。<laughs> 知ってるけどって思って。確かにちょっと高いし、って <laughs>。大気水産、あっこはうまい言うからさ、いや、知ってるけどって思って。ほんで、またその横のおっちゃんが、知りまへんわ行ったことおまへんわ行ったことないんかいってまたこっちに思いながら、ね、えー、やらメモってましたよ。うん、ね。 そんな <laughs>、ところからに、ねその、西なりボラボラがスタートしてお、おもろいおっさんの二人の会話やなと思ってね。で、そこに、竹内先生が現れて、あ、お疲れ様です。待ってました。言うて、先生もこう飲み始めて。うん、だそのね、美味しい店の話してるおっさん二人の、えー、ちょっと、ちょっと、二個ぐらい席空いてカウンターにもう一人、 あのー、ずーっと猫を抱っこしてるおっちゃんみたいなのがおって、うん、ずーっと猫,猫と喋ってるなー、うん、ち,ょちょっと暑いかーおうおうこれ食べるかーとかで猫と喋ってるおっちゃんがおってで先生が入ってきてあ先生お疲れ様ですってえー、バットマン面白かったですかとかってこう聞いとったらその んずっと猫、ね、う触ってたおっさん、おっちゃん、おっさんが、竹内先生に向かって、あの、ちょっと緊張しながら、僕さえキッカーでして、言って、握手してくれますか、言うて、竹内先生も、あ言ってしてましたけどね。あの、うん、ほんで、えー、 猫をずっと猫にね、えー、何とかやで、何とかやでって言ってたのに、もう、あの、僕と先生のその会話が聞きたく、聞きたかったか知らんけど、もう結構ね、あのね、猫をちょっと逃がしてね。<laughs> <laughs> ずーっとこう、聞き耳立ててね、時々、あ、あのー、まあ、俺、俺と先生が、いや、バットマンな、ジャックな、あれな、えー、時間3時間ぐらいあんねやんか、いう話をしてたら、ずっとこう、まるで俺らの会話に入ってるかのように、 あ三時間あるよ。三時間か、三時間か、言うてね。<laughs> いや、寄せてませんけど、って思ってね、俺、あの、<laughs> ちょっと気悪い、あのね、いけずな感じで。三時間あってない、まあ、ああの、若き日のバットマンやからな、言うて、あの、結構な、あの、あれやねん、って。あの、荒いねん、言うて。ああ、荒いんやね荒いんや、荒いんや荒いんや、みたいな感じで。うん。あ,あ、そうですか。 っていうこうこなんかなんかふ二人の会話にその人が相打ち打つみたいなねそんななんか感じでしたね、うんえー、でまあそこのねカンムリアを出て、えー、西成をこうちょっと二人先生と二人で歩いとってうん。うん。だ えー、まあ、花毛のおばちゃんも呼ぼうか言うてね、えー、花毛のおばちゃんも呼んで花毛のおばちゃんの友達もは、えー、ついてきて、えー、いや僕ねあのいいんですよこういいんやけど僕ねあんまりねその花、まあ、だから竹内先生がおる俺とね ま、そこに、顔見知りやし知ってるからた、あの、花毛のおばちゃんを呼びましょう。で、花毛のおばちゃんまでは OK なんですよ、俺は。でも、花毛のおばちゃんの友達もついてくるっていうのは、ちょっとムムムって俺はなるんですよね。あの、えーい、いけずしてるわけじゃないねんけど、その、 うんなんかこの、ねいや、それはねいや、何言ってんの、ジャック、みんなで飲んだ方が面白いやん、みんなで、そんなね差別なくみんなでこう、集まってきて仲良くなんのいいやん、て、え、いう意見も、むちゃくちゃあると思うんですけど、僕はちょっと苦手なんですよね。人見知りっていうのもあるし、僕が。だけど、花毛のおばちゃんはそんなん、もう、ね、お構いなしやから、呼び寄るんやんか。 まあ、結果結果その時は楽しくてねあのー、仲良くなれてま良、あ、かったんですけどね、えー、あのー、ねえー、まあまあ本来は僕結構あのー、なんか苦手なんですよそ,のそのわーってなるの,あの人数もね増えていくのが苦手なんですよね。うんで えー、美味しい焼肉屋さんを見つけて、えー、歩いてる途中にその行きたかった焼肉屋さんがいっぱいあってね、あ、入られへんわ、言うて、えー、あんな、そのは入られへんわ、言うてる中に、あの赤犬のロビンさんが飲んでることが俺気づいて、あ、ロビンさんやーと思ってあ。ロビンさん、出てきてくれて、あ、ジャックさんあ、竹内先生もお久しぶりです、みたいになって。で <coughs> 喋ってる中、いやー、食べたかってんけど、ここの焼肉な美味しいって聞くから、来たかったけど、いっぱいあるわ、言って、あ、えー、な、ジャックさんあれですよ、って。あこの、ちょっと行ったところに、ここの系列の焼肉屋があって、そこもめちゃくちゃ安くてうまいっすよ、って言うから、ああ、ほな、そこ行かしてもらうわ、言うてね、えー、そこに、えー、焼肉屋に行った。ほんまに安くて美味しくてね、いやー、もうホルモンから何からうまかって、うーん、で、 でもう先生も、あ、う、っ、ん、あ弱ここうまいわ。ほんまうまいわ。この、あのー、蜂の巣。先生ホルモン好きやから。この蜂の巣、うまいわー。言うてね、えらい食べとってん。で、花毛のおばちゃんはね、あの、えー、ホルモンが苦手なんですよ。で、ほんまの肉でも、まあまあ、カルビとか、その、ロースとか、そういうのしか食わ食べれないんですよね。えー、で えーね、おばちゃんはね、ホルモンか、言いながらね、いや、そこに来ましたけど、ね、いや、まあ文句言うなよ、言って、もともと先生とやあの、ここ行こう、言うててんから、まあな、まあ、そやな、言うて、な食べれるもん食べるわ、言うから、で、えー、こう言って、だから、まあ俺、俺らはホルモン好きやから、えー、ね。 蜂の巣とか、ミノとか、まあ、その辺食べますわ。うん。だから、えー、おばちゃんは、えー、その、ロース、カルビ、ハラミ、これぐらいまでは食うんかなああ、食べて。ほんなら、俺に向かって、えー、なんやろな。なんか、こう、ちょっとこう、ば、あの、おばはんとかばばあになったら嫌味の一言でも言いたいんかな俺に向かってさ、肉硬いな。出た。 俺もさ、あれやから、おばちゃんな、言でて。肉硬いな、とか言う、簡単に言うけどな、ここの店紹介してくれたら、ロビンさんにそのこと言うだろうか、言うてね。ほら、じゃ、あんたも嫌だ性格してんな、そんなん言うたらロビンさん傷つくやろ、言うて。いや、傷つくこと、ばばは言うてんやんけ。肉硬いな、とか言うて。言うて、ぐわーって、あだけのおばちゃん、ぐわーって言う。 悔しそうな顔して。言うなよ。いらんこと言うなよ。ロビンさんに言うてね。偉い。<laughs> ここのラジオで、もうバラしてんねんけどね。まあ。で、その後にね、もう一回お俺はやらしいから、なおばあちゃん、うまいな、ここの肉。つっ,ったらおばあちゃんもうまいわ。柔らかくてうまいわ。言うて。<laughs> 空気読みやがんねん、あの、バ,バ <laughs> ね。いや、ほんまにでもね、何が硬いねんっていうぐらい、むちゃ柔らかくて美味しいね、焼肉屋でしたね。ぜひ、なんかこう、なんか、なんかあれやね、よあのコロナも明けてさ、で、まあ、マンボウも明けてさ、まあ、そんな、まあ、抜くいやん、これから。 ほんならさ、まあまあ僕が募ってもそんなにけえへんと思うけど、なんか、えー、リスナーと山田ジャックで行く西成ボラボラとかしたいね。なんか、あの、そこの焼肉屋も行ってさ、とかさ、あの、ここ鼻毛のおばちゃんが働いてるとこやで、とかね、いろいろ、これ冠やで、とかこう、西成山田ジャックと行く西成ツアーみたいなね、えー、そんな、 企画したら集まってくれる人おんのかなって思うんだから <laughs> ねえー、そんなことをなんかうっすら思ったりしてますけどもええー、あーマクドのマク,マクドを新鮮に感じれる人は、えー、人生は羨ましいっていうかね書いてますね。 そうそうそう花形くんがね、えー、メールくれてまして「お疲れるようで以前話されていた猿食堂行ってまいりましたボリュームがすごいですね」ってそうですね、えー「猿食堂というね、えー、本町にある定食屋さんのこの、えー、なんていうかな豚のあの 何あれかカツカツじゃないなあのステーキがね美味しいんですよね。うん。えー、ねこのバットマンも見に来てみ、えー、ザ・バットマンも見てきましたということでね、えー、くれてますけども。うん このバットマンね、えー、竹内先生は、まあ、僕バットマンといえば、えー、ダークナイトとかが好きなんですけどもねえー、なんか。 えー、正義は悪で悪は正義かみたいなちょっと悩ましい、えー、深いテーマでねダークナイトって面白かったなと俺は思ってるんですけども先生が武井先生が「いや僕はねあのバットマン史上一番面白かったぐらいのことをこの今回の『ザ・バットマン』のことを言うからそんなに面白かったんですか?」って言ったら「いやいやそこまでな」いってあのあれやねそういう見てしまったら 何やったんやみたいな、あのー、話やね。でもな、もう、バットマンが、先生、バットマンが好きやから、バットマンがな、ずーっと出てくんねんって、えー、画面上に。ずーっとバットマンが出てくるから、よかって、言うてね <laughs> あ。そうなんや、もうなんかもう、うねあ、そうか。もう、いろんな難しいことや、なんとか、えー、関係なしに、バットマンを見れる映画らしいですよ。 ねで、それが3時間もあるから、僕は、なかなかきついなと思ってね。えー、でも見に行きたい。ねジャック、いや、何がも、僕もね、またやらしいから、た竹内先生に、こう、どこ、だから、どこがおもろいんですかとか聞くわけですよ。な竹内先生も。いや、もう、ジャックな、これ、見てくれって。見てからのジャックと喋りたいわって言われたから、あ,あ、そうか。とりあえず見に行かなあかんなと思ってね。えー でも3時間長いなぁと思いながら。うん。えー、そうですね。はい。えー、10分、えー、49分ということで。最近、そうですね、山田ジャック何、何か変化があったかというと、もう今年はね、まあ、もう、もうそろそろ暑いでしょう。えー、日焼け止めを買いました。は <laughs> い、えー。え今年はもうあんなね、 えー、真っ黒焦げになるのは嫌やと思ってね、えー、日焼け止めをしておりますということと、何の報告やね。んで、あのね、そうそうそう。大月健二さんのね、YouTube を見てて、大健、はい、って多分俺より5個か6個上なんで今56ぐらいだと思うんですけども、えー、YouTube で喋ってる大月健二がかっこよくて、で、あれ大健って 56にしては肌綺麗なぁって俺思ったんですよね。で、でまさしく、ずっと YouTube の画面見て、王権56やのに肌綺麗なぁと思って見とったら、ちょうど俺が思ったと同時ぐらいに、その、あのそう,そうそうそう言うてあの、王権がその自分の肌の、ね、話をしだして、 ウォ、えーキンはライブとかもちろんそうやけども、もうまあテレビ出演だとか、そういう、まあ、YouTube の、えー、出演とか、そういう、要は、表に出るね、えー、時にはメイクアップをしてるっていうね、話をして、まあそれはタレントさん、あんだけのね、もう僕にとったらロックスターなんで、それはするやろ。でも YouTube とか、 そういうのにも、あ、メイクアップすんねやーって思っとって。そう。ほんで、コンシーラーと、えー、パウダーでだいぶ違うよっていう話をしとって。なるほどって、もう俺もね、50、さっきのね、えー、ムースをして、えー、部屋、 を固めてて出るっていうのもそうやけどそういうさ、俺服とかのおしゃれみたいなのは好きで、よく結構僕、その古着とかいろんなとこでファッションはするあの買うんですけども、買ったり興味はあるんですけど、なかなかメイキャップとかそういうそのヘアアレンジとかそういうことには僕全く関心がなかったんでね、ちょっとね、やってみたくなって、えー、コンシーラーとパウダーをね、ちょっと買ったんですよ。で、また僕、あのとりあえず、あのテスター っていうやつでちょっとやってもらって、だからなんかすごくあ評判が良かったんで、あ、これちょっといいな、やろうかなと思って、ねつ、まあでもなかなかね、えー、ライブがないので、えー、次の、そうそうそう、まあ告知ですけども、3月27日にね、これね、 もう一個の他局でやってる噂のラジオっていう方の噂のイベントっていうのがあるんですけども、これは絶対、あのね、なぜか僕はいつも思ってるんですけども、まあラジオでも何べんも言っても、これはもうなんか、なんか全日新日みたいなさ、なんか派閥でさ、<laughs> なんか噂のラジオのリスナーは噂のラジオだけ、えー、ねえ、お疲れるようなリスナーはカタクナにお疲れるようだけとか、なんか、なんかそういうなんか派閥みたいなのをね、俺はなくしたいんだけど、あの、なんかそういうのがどうも、あのー、でもね、イベントってなったらね、あのー、全然見に来れるんですよ。うん、普通に。あのー、噂のラジオ聞いてないっていう人も、 だって、この山田ジャックが危険なことを喋るんだから <laughs>、その点においては同じですよ、イベントでは。だから、来てほしいんですよね。3月27日、16時から、ロフトプラスワンウエストでやります。16時から、しかもね、いろいろな2時間噂のラジオのトークをして、で、残り30分、30分、それぞれサキソンと俺のね、30分のステージがあるんですよ。 えー、そこではまあ僕はいろいろネタしたりとか、いろいろ。で、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 えー、お知らせですけども、3月27日、その、えー、ロフトプラスワンウエスのイベントで、やっと、ウミガメが発売されます。<laughs> 山田ジャック、渾身の、えー、ウミガメという曲。 えー、もう、レコーディングしてから2年ぐらい経つかな。ウミガメ、やっと CD 化なって、えー、23月の27日にから発売で売りますんでね。えー、ぜひぜひ、しかも歌いますしね。えー、ぜひ来てほしいなと。うんえー、8時、えー、と、16時から8時までかな。 だから4時間ぐらいあるイベントなんですけどぜひぜひお,お得なんで来てほしいなそこでもやっぱり山田ジャック、えー、フリーマンもしますしねいろいろやりたいと思いますんで、えー、ぜひ来ていただきたいなと思っております、えー、そしてえー、ねえー、あ滑り込みでカマンクボさん こんばんは。最後にお便りです。さっきまで家でうとうとしてました。口も <laughs>、口もあそこも硬い男が好きなカマンクボです。海 <laughs> 亀 CD 化おめでとうございます。ありがとうございます。口もあそこも硬い男が好きなカマンクボを言うといて、海亀 CD 化ですからね。なかなかこう亀繋がりで、えー、面白いなと思っておりますけども。<laughs> <laughs> こ,うこういう解釈をしたら全部が下ネタって思ってしまいますけどね。カ、えーマありがとうございます。はい。ね。カ、えーマの前を向いて虹もね、ぜひ一曲なんで来てあの、サブスク聴いてくださいね。はい。えー、ですね。 うーん、そうですね。だからまあまあまあ、3月27日といえば、僕がメイキャップをして、えー、ライブに出るっていうのと、海ウミガメ、発売で、しかも、歌うっていうのとね、えー、ありますし、えー、そうですね。で、今日も、今日も、ね、日もこの後、えー、19時、まずはね、19時ですよ。アーティストファクトリー、 えー、藤沢ユーニャンがね、この後担当ですんで、ぜひぜひね、えー、堀ですさんも、ユーニャンってかわいいですねって言ってましたけど、本当にユーニャンかわいいんですよね。えー、ぜひ、えーあの、声もね、きれいんで、えー、ぜひ、えー、この後僕に引き続き、19時からはアーティストファ,クリファクトリーをお聞きくださいということと、あと22時から、はい、えー、ね、堀ゆうきの、 燃える介護、あれこれラジオ。ぜひね、僕、山田ジャックゲストで出てますんで、聞いていただけたらなと思っております。そして、0時は再放送で、他局ですけれども、イコラジオの方で噂のラジオ。サキソンジャックの噂のラジオ。こちらもね、ぜひ山田ジャックは、ライブしてようが、歌歌ってようが、他局のラジオやってようが、漫談してようが、 嫌われ者の多い井川のライブに出てようが、山田ジャックは山田ジャックなんでね、ぜひね、えー、僕のフィールドバワークを全部応援していただきたいなと、えー、思っております。はい。ということで、えー、今週も、えー、1時間ありがとうございました。来週も生放送お付き合いください。今週も皆さんお元気で、えー、また来週まで、えー、生きて会いましょう。